セブン行こう行こう。今夜のエブリバディノーズのゲストはちょっと違った雰囲気ですよね。カームというアーティストをお迎えしてます。どうもこんばんは。こんばんは。詳しいことは後で聞こうと思いますけれども、まずはちょっと非常になんかこう、宇宙、まあ率直に聞いてる人に分かりやすく言うと宇宙的な感じの音楽を、まあこう一人で編み上げてったっていう感じの、アルバム、新しいアルバムがムーンエイジエレクトリックアンサンブルっていうアルバムが出たばっかりなんですけども、その他から一曲じゃあ聴いてみましょう。カームでライトイヤーズ。
今夜のエブリバディノーズのゲストは、カームさんです。どうも改めまして、はい、こんばんは。こんばんは。なんかラジオはあんまり慣れてない。そうです。まあそういう感じの雰囲気じゃなくて、こういろいろお話できればなと思いますけれども、はい、まず1曲目聴いてもらったらね、ライトイヤーズっていう、なんかこうすごい深い闇の中からこうどこに行くんだろうっていう、こう目つぶって聴いてるとすごいいいですよね。そうですね、まあ、タイトルも、まあ、1光年2光年っていう、光年っていうタイトルなんで、なんかだからこう目先のね、昨日今日明日っていうそういう時間の流れっていうよりかは、もっとそこの今1光年っておっしゃいましたけど、そういうなんかこうもっと長い流れの時間の中で流れてくる音楽みたいな、そういう感じがしましたね。そうかそうか。まあ、こう一般的にはアブストラクトとかこう、まあ、アンビエントっていうか、はい、そういうようなこう括りにされるかとは思うんですけれども、はい、今回このアルバム、ね、ムーンエイジエレクトリックアンサンブル、はい、これはまあどういうようなこう、なんていうかコンセプトっていうかがあって、はい、できてきたんでしょうか。まあ、一応前ミニアルバムっていう形で、シャドウオブジャースっていう、まあ、地球の影っていう感じの、ミニアルバムを作ったんですけど、まあ、基本的にはそれの延長みたいな感じなんですけども、まあ、今回、まあ、特にコンセプトっていうのは、なるべく難解なものを排除して、結構一般の人たちにも分かってもらえればいいなと思って作りましたね。なんかすごいこう気持ちがね、こう、まあ、僕はあえてのなんていうのかな、その一括りでそのヒーリングみたいな感じには言いたくはないんですけど、気持ちがいい音楽ですよね。リラックスできるっていうか、このアルバムかけながら風呂に入りたいなって感じ。露天風呂だな。そんな感じはしますけども、じゃあその宇宙っていうキーワードが今出てきましたけど、なんかその宇宙的なものっていうのね、非常になんかこう、まあ、この子供の時からっていうか、憧れてたりっていうか、なんかこう思いっていうのなんかあるじゃないですか、やっぱ音楽に反映させるってなると。そうですね、基本的に星を見るのが好きっていうか、特に別にロマンティスト的な見方じゃないんですけど、なんか吸い込まれていく感じがすごい好きだったんで、まあ、そういうふう気持ちを表現できればいいかなと。でもそれってすごい難しいですよね。表現、まあ、そのなんかそういう思いっていうのはなんとなく分かるけれども、それをじゃあ音楽っていう手段を使ってね、どういうふうに表現しようかって言った時にはね、なかなか。そうですね、まあ一般的ななんかこう昔のプログレとかにあるような宇宙って言ったらキーンみたいな、そういう表現の仕方では自分は、ないなっていう感じがしますけど、なんかこうありそうなものだったんだけど、こう実はなかった音楽っていう風に僕はすごい捉えてて、でやっぱり今年の春ぐらいですか、あのサミダレっていうこう、はい、オムニバスありましたよね、サミダレっていう曲が入ってるね、ノーエアレイン、はい、それ聞いて一番やっぱりすごいピッときましたよ、やっぱり梅雨の、サミダレからこう、梅雨の時期に入っていくときに、雨が降ったら絶対これ聴いてましたよ。合わせてそのいろんな、他のアルバム、他の曲もね、その雨の音とか入ってる曲が多かったんで、だから、まあ、あの曲は個人的にもすごい気に入ってるんですけど、あえて、まあ、雨の音とか入れずに、いかにこう梅雨っていうか雨を表現できるかっていう、ね、表現するっていうことだよね。そうかそうか、だからね、この番組にも去年2回ぐらい来てもらったの、マリンさん、マリンさんも、まあ、ちょっとまた、直宇宙っていうものとは違うけど、なんかあれはその架空の世界旅行っていうか、イメージで作ったのと非常にその近いところのこう、想像力豊かなところと、それをちゃんと実現してるみたいなところを感じたんですよね。そうか。でこれは2001夜物語っていう SF の漫画、これになんかある種そう少しイメージをもらったみたいな。そうですね、ところ、まあ、少しですけど、すごい影響は確かに受けてると思いますけど、もうその漫画のほんの一部しか表現はできてないと思うんですけど、この作家の方はあるところでは有名な
人ですね。そうですね。星野幸信さんっていうね、非常に、うん、その日本のなんていうんですか、今のまたその諾の世界ではなくて、非常なんか諸星大二郎さんとか、あの辺の流れの、ね、ね、商業ベースではない人、ない、うん、まあ自分もやってる音楽はそうなんですけど、うん、特にこう商業ベースではなく、うん、自分の書きたいものをやりたい曲をやるみたいな、うんうん、だからあの辺の漫画って僕もそんなに詳しくは読んでないんですけど、漫画っていう手段を使ってるけれども非常に、広がりのあるものですよね、はい、その意味っていうかその物語性っていうのがね、うん、それがじゃあカンムの音楽にも近いところが、そうですね、共感をすごい受けますし、そうか、じゃあこの前の、獅子座流星群の時はどうしました？やっぱり星をちょっと見たりしたんですか？あの時は仕事入ってました。空は見れない状況だったの？はい、去年は、去年は見たような、でも去年も仕事でしたね。去年からずっとなんかこう夜基本的に仕事してるんで、そういう時に限って追い込みの仕事が入ってきちゃってそうかそうか、でも、うん、今年は、ね、ちゃんと見れなかったみたいだけど、去年はやっぱり僕も普段はそんな見上げないですけど、去年は見れたかな少しね。でもなんか非常になんか想像力が豊かになる、なんかそれぞれによりなんかこう思いが別々に感じれる音楽ですよね。ちょっとね、実はそのいろいろ僕こう説明してることもいらなかったりもするんだけども、もう一曲聞きましょう。はい、カーブの、ムーンエイジエレクトリックアンサンブルからヌーンアットザムーン。
今日のエブリバディノーズのゲストはカームをお迎えしているわけなんですけれども、なんかさっきちょっと聞いたらなんかいろいろこの音楽に行くまでにはねいろんな全然違うタイプの、バンドをやってたりとかっていうのを聞きましたけど、そうです、どんなのやってたんですか？いや、本当何でもありの、今でこそ、例えばスカコアだとか、ラップが入ったりとかいろいろみんなやってますけど、そんなみたいな感じのやってましたね。結構グルーヴ感あふれるリズムに、例えばラップを乗せてみたり、でもハードなギター入ったりみたいな。あ、そこで何をやられたんですか？ギターやってたんですか。あ、そうなの。だから今やってる音楽とは結構正反対な感じで。でもなぜこういうね、一人で、こういうようなものをもういろいろこう足したり引いたりしたり、感じで作っていくようなものをしていこうっていうふうに思ったんですかね。そのバンドをやってた時と離れて。単純に一人になっちゃったからどうするって話になって、でもバンドもやりつつ当時 DJ とかも始めてて、でそこで知り合った仲間とかでいろいろそういうの一人で作ってる子とかいて、でじゃあ自分も一人でやってみようかなみたいな。僕この曲結構好きかな。これは結構昔に作った曲なんですけど、これベーシックにはなんかこう作り方とか聞いてしまうとね、その曲によって違うと思うんだけど、どういうような感じでこう作っていくんですか？後からそのいろんな楽器を足したりすると思うんですけども、ベーシックになるもの、今回のアルバムに関してはもう生を入れるっていうことを想定してシンプルにトラックを作ったんですけど、でも生入れない時とかは本当もう作曲次第って感じなんですけど、サンプルが先にある時もあるし、自分がこう例えばピアノとか弾いてできる時もあるし、リズムからできる曲もありますし、でもそれがこう最終的にね、曲となってこう音源として聴けるようなものになるっていうのは、あんまり最初のなんて言ったら自分のこう作るその曲を作ると思った時の思いとこうからするとね、こういう風になったんだっていうのはすごい思ったりしません？後で。そうですね、たまにそういう曲もありますけど、基本的に自分はもうこういう音を作りたいと思ってやってるんで、じゃあそれはこうイメージとそんなに出来上がった時といい意味でもズレはそんなないんかな？たまにいい意味でズレる時もありますけど、先に結構タイトル作ることが多くて、でそのイメージに近づけていこうっていうことが多いですね。だからこう最初 その例えばサンプリングだったり、ピアノだったりって最初の本当の一つの何ですか、こう池にね落とす雫じゃないですか、でそこから広がってって一つの形になっていくものっていうのは、僕からするとこういう感じの音楽をどうやって作るんだろうって、すごい基本的なところなんだけど思ったりするんですよね。自分でもなかなかねそれが分かって作ってるわけじゃないんで、もう本当にこれもスピリチュアルなもので、そうだよね、もうサンプル選びにしてもレコード例えば何を入れようとかじゃなくて、たまたまパッて撮ったものが良かったりとか、そういう部分がすごい好きなんですよね。なんかすごい感性のものですよね。だからやっぱりできるべきしてできた曲じゃないかなと自分では思ってますけど、偶然の必然とかね、言うけど、やっぱそれの子が一つ一つ積み重なってみたいな、とこなのかな。そうですね。じゃあ実際にご自分ではあんまりこういう話もこの番組ではしないんだけど、ちょっと世紀が変わって2000年代に来年入るじゃないですか。そうなって、なんかこう宇宙っていうのがよりもっと身近になっていくかなとか思ったりします？それはもうミュージシャンとしての立場じゃなくて、自分が死ぬ間際ぐらいには少しはそういう風になるかなって期待はしてますけど、多分宇宙に行くことはないだろうなと自分でだからこそ、ある意味夢見てる部分があって、それはそれでいいのかもしれないですけど、行ったことが行ってみればまた行ってみたでまた違う自分っていうのができると思うんですけど、今はとりあえずこの夢見てる自分でもいいんじゃないかと。多分だからその他の音楽っていうのはさ、大体どの雰囲気にこういうものが合うみたいなのはなんとなくこう現実世界にいる場所だから分かってなんか作れるけど、宇宙のものはね本当に、宇宙ってこう
まあ、最近結構器用なんだって、そういう音楽たくさん増えてるかもしれないけど、行ったことないところで、あくまでも全てやっぱり想像ですもんね、はい、そうですね。だから実際だからこのカームのこの音楽が、宇宙旅行に例えば近いところでもしかしたらペプシに当たっていくかもしれない、ね、近いうちに、はい、に持ってって聞けたら全然違ってたりなんかしてね。そうですね、うん、そしたらまた全然またミクスチャーに戻るかもしれないそっちの方がリアルに響く音楽だなんてうん、まあでも今後はいい意味でまた、うん、リスナーも裏切っていきたいなとは思ってますけど、うん、そのある種このなんていうんですかな、そのイメージっていうかカラーっていうか、うんうん、あこの人はこういう音楽を作るっていうのは浸透は少しずつそうですねしてるとは思うんですけども、うん、やっぱりそこからね色を違う色にしたいですよね。そうですね、うんうん、なるほど。なんかライブ、まあ、DJ のライブとかね含めて、はいまあ、これを実際にプレイするような機会ってあったりするんでしょうかね。やどちらかといえばダンスフロアではちょっと厳しいかなと個人的には思うんですけど、うんまあ、ラウンジフロアっていうか、うん、そういう、まあ、椅子があってみたいな、うん、あとは例えばカフェでやるとか、うんうん、そういう場合にはかけたいなと思います、うんまあ、実際明日福岡でちょっとラウンジの方で DJ やるんですけど、うん、その時はかけようかなと。そっかそっかそっか、なるほど。そういう場所を外で聞きたいですよね、なんとなく、うん、もういろんな場所で聞いてもらいたいなと、まあうん、クラブとかだけに限定されず、うん、家でもいいし外でもいいし車の中でもいいし、うんうん、そうですよね、うんうん、なんかどん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 広がりのある、うん、音楽になっていってほしいなと。でこれは本当にお世辞でもなくて家でもちゃんと持って帰って聴けるアルバムだしね他のはやっぱりまあ好きではあってもやっぱりその時と場合はすごい選ぶしみたいな、これは本当にもう今ぐらいそうだな、このアルバムは朝の5時から今はちょっとだいぶ開けるの遅くなってちょうど開けるぐらいの感じの、もう誰も俺以外起きてないだろうと勝手に思っちゃうような時に聞きたいかなっていう、とこはしますが、なんか今日僕は一人で喋ってた気がしますが大丈夫でしたか。大丈夫じゃあまたこう違うタイプのね、うんイメージを膨らませたアルバムというか音ができたらまたいろいろ聞かせてほしいなと思いますが、今日は多分最初に喋った方かもしれません。多分でも無口とかね全然この番組聞いてなかったっていうことではないと思うんだけど、でもなんかその分僕はフォローさせてもらったっていうところで、今日はカウムをお迎えしました。ムーンエイジエレクトリックアンサンブルから最後もう一曲お聴きしましょう、オアシス。どうもありがとうございました。ありがとうございます。